であるからにおい、タテイシー。お前今、まばたきしただろ。まばたきは目を閉じる運動だ。つまり目を閉じた瞬間だけお前は眠ってるのと同じ状態になる。それの授業でまばたきは居眠りと同義だ。あとでまぶたを没収するので、職員室に来なさい。<笑>何笑ってんだ、タテイシー。どうかしちまったんか。泣いてるんじゃないのかな。結局、一度もまぶたがあるうちに顔を見ることはなかったけど。達者でな、今見てあげたら、はい、命がけの授業に戻るぞ。子供の成長はコイやのごとし。ああさ 先に言っておくがお前らにはもう成長の余地はほとんどない。年齢とか関係ない。目を見ればわかる。ああ、もう少しで脳みそ見えるかも。どいつもこいつも腐ったアジのような目をしてるからな。先生は大好物だ。はっくっちまいたいほどにな。あついに今日でバットウィンドと突入しちゃったかな。これ先生、先生の子供の頃はどんな感じだったんですか先生はそこにいないぞ、ムロイなんだお前ら、先生の子供の頃に興味があるのか。あれなんか気のせいか、先生うれしそうだぞ。ナイス質問出せだぜ、むろらなくなっちゃった。助けて、スド君 早く脳みそに挨拶してこいよムロイあれは私がまだ人間の5歳の時だった人間自分じゃないが小さい私は当時ミミズイカのモラルしか持ち合わせていなかったそれ顕微鏡とかで見えるサイズのモラルですかふと気づくと街中であーもうその,そのまま持ってきちゃった持ってきちゃったってどういうことですか話しながら階層に入ったから頭だけ取り残されたんだバグってんじゃん元からだけど先生口だけ FPS が60ぐらいになってるんですけどこれが本来の俺の顔だ、えー